私のあの友人にあの目がいいって自負してる人がいるんですよ、うんうん、視力ね、視力が、うん、とってもいいって言って、うん、な視力どれぐらいあるのって同年代なんで、うん、1.5 あるっていうわけ。おえすごいじゃないって言って、10年連続検診で 1.5 なのよって言って、うん、そうなんだって言って11年目に視力検診に最近行ってきたんだって、うんうん、そしたらなんかあれってちょっとさすがにちょっとね夜と年並みもあってカレーも手伝って、うん1.0 ぐらいからちょっと見えにくく怪しくなってきちゃったんだって。あで 1.0 から次 1.2 とか 1.3 とか上がってるんで、それでやってで 1.5 にチャレンジ、やっぱり、うん、例年通りやったら上って言ったら検診の人がうんちょっと違うねって言って、右って言ったら、うん、違うなって言って、下って言ったらはい、1.5 ですねってやっぱり今年も 1.5 だったんだって。やったいやいやいや、だから多分私この人全然 1.5 じゃなかったと思う今までも 1.5 だよ 1.5 1.5、うん、サービス問題とかあるのみたいな視力検査あでもアリも、いや視力だ見えにくいんですよって言って、うん、いい結果になるわけ。あ最初に言ってたら、うん、あなんかちょっと同情引くみたいな、いや絶対にこんなに良くないって言って、うんうん、だけど真ん中あ下かなとかって思うのが当たっていくもんだから、ああなるほどね、ぼんやりでも見えてれば OK なんだって。あなるほど、あでも一応見えてるじゃん、見えてる、うん、こっちがこれ違うから右ってうんちょっと違うな、下うん違う上って言ったらはい 1.5 だ、ね、いや4分の1これも間違ってるからね1.5 だよ。あんたみたいにぼんやりでも見えてて当たってたとやっぱちょっと話が違うのね。もうこれが、うん、上右下全部間違っててだったらいいけど、見たくまで言ってるから。いやどういうこと？だから見たくまでは言ってるから、何この人言ってるの意味がわからないんだけどだからやっぱ最初からそうやってね下手出たらいいかもしれないね、もしかしたら。あそうね、ちょっとでサービスよ、なんですよ、今までずっと10年連続 1.5 でこれも友達みんなにも私の自慢を、自慢でって今これもう本当にあの私の本当にしょぼくれた人生唯一の自慢できることって視力が10年連続 1.5 ってことでやってて、今日も楽しみに来ました、よろしくお願いしますって言って押しかけたらね、見事 1.5 また獲得、おめでとうございます。11年連続でおめでとうございます